はい、こんにちは。少し変な話をしたいと思います。少し変わった話でしょうか。まあ、世の中では、ある症候群の人を、症候群っていうのは例えば、まあ、病気じゃなくて何とか症候群、何かの症状とか特徴を持つ人の群を症候群っていうみたいですけれど、アスペリガー症候群みたいな人たちのことを病気みたいに考えがちです。ですけれど、なんというか、それはアスペリガー症候群とそうでない人々、両方ともそれぞれ個々に違う価値観はあると思うんですけれど、アスペリガー症候群の人はアスペリガー症候群の中でさらに違うみたいな、あるいはもっと違うみたいな、あるいは、得意なことがあったり、集中力が高かったりして、個別にもっと高い理解を得ることができるみたいな形になっていると思うんですね。だから、周りの人から見たら、アスペリガー症候群の人っていうのは、ある意味障害ですけれど、まあ、それは違いかもしれないですけど、詳しくは精神、詳しくはどう区分されるかわからないですけれど、アスペリガー症候群にとっても、の人にとっても、周りの人っていうのは、まあ、自分が普段悪く言われる側なので、自分を障害って思ったりすることが多いかもしれないですけれど、人によっては、障害なんですね。周りの人が。っていうふうに言う人も多いでしょう。まあ、いたりします。おそらく。なぜかっていうと、例えば、こう仮定した場合、こうである、あるいはこうかもしれない、みたいな話を論理的にしたとしても、理解しないんですよね。で、話が通じないと。だから、障害だと思うみたいな感じで、そうだから、もう、人生で、宿泊して、それで人生で、さまざまな部分において、いろいろ問題が生じて、そして結果的に、二次障害が発生してしまうみたいな、その周りが、っていうほどなんですね、はい。で、だから、ちょっと話し方が頭おかしいですけど、だからまあ、二度言ってるというか、整理がついてないんですけど、ちょっとバカ悪い。だからまあ、周りの人が、ちょっと残念で、十分な答えを得ることができず、何もかもうまくいかず、二次障害に陥ってしまうみたいな、ところがあるんですよね。それがちょっと言いたかったです。だから、自分たちっていうのは、例えば、学問 A をやって、学問 B をやって、学問 C をやってて、一つ一つやるには、頭が悪い障害なんだっていうのを、アスペルガー症候群じゃないんだったら、理解した方がいいですね。逆に、アスペルガー症候群の人は、学問 A、学問 B、学問 C を同時に含めたことにするのが苦手っていった障害なんですよ。でも普通の人っていうのは、学問 A、学問 B、学問 C っていう一つ一つ集中して極めていくのが苦手な障害みたいな感じなんですよ。だから、同じ、例えば IQ100 の人と IQ100 のアスペリガーの人がいたとして、そういう場合に、障害に思えるんですよ。IQ100 の人が。だから、
まあ、おまけとして、そういう場合にアスペルガー症候群の人は困るのは、相手が理解しないとか分かってないっていう風な上で、あ、どうせ分からないんだろうなみたいな、とか相手が理解されないんだろうなっていう話し方をして、話し方が分からないみたいな風なことになって、コミュニケーション障害になって、コミュニケーション障害が生じて、それで相手からもムカつかれるってことがあると思うんですよね。この世界っていうのは、やっぱり科学が発展して、そしてそれを生かそうって思っても論文がたくさんあるんですよ。もう世の中っていうか、なんだろう、学問全体っていうか、なんだろう、学問の研究方法自体がアスペルガー症候群なんですよ。なぜかっていうと、一つ一つ掘り下げるわけですね。だから合算するのが苦手なんですよ。だから一般の社会で生かすことができずに、アスペルガー症候群の人がいて、その実態が分かっていても、学校とかで今も職場とかでも生かされず、で、職場とか学校とかっていうのも、あるいは、市場とかを作り出して、どうやって儲けていくっていう計画を立てるにしても、あるいは仕事をどうやって作って、どの範囲で仕事を作ってって、どの範囲で商品にしていってみたいな、計画的な、人類というか、国全体での仕事の仕方としても、ある一定に、一定の形を取ることによって、そしてそれ以上追求せずに、それがやらないみたいにすることによって、その概念づけることによって、まあ効率的に生産できて、そうじゃなくてバラバラだと、みんな一丸となってできないので、っていうところがあるし、そういった理由で、まあ、いろいろと良くならないですよね、おそらく。だから、私の言いたいことを言って、それを踏まえた話としては、まあ、そういう問題を解決できたらな、と思いました。だから、うっせぇわっていう曲があると思いますけれど、みんな同じ 曲っていうか同じことをやっていて、まあ、だん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 、記号化していって、記憶するってなんて言えばいいんだろう。例えば、まあ、それというものがあったとして、それというものをそれと呼べるまで、それ同じそれは。同じそれだとしても、まるまる超えたチキンみたいなそれと、寄せ細ったチキンみたいなそれと、違うじゃないですか。それ洗練化もしくは単純化、最小化していった最低限のそれとして記号化するみたいな。で、それそのものではなくて、その本体ではなくて、それという記号化されたあくまでシンボルとしてのそれを、愛する。っていうことなんですけれど、そういったことを追求したってことを記号化するって私は言いたいんですけれど、まあ、ジャック・エミューラ感のなんかあれがそういうことだと思うんですけど、最新分析学が。何もこう最低限にして記号化してっていう風にすると思うんですけれど、
ぱり私は、いや、その、この世界でやっぱり明確な答えが必要で、やっぱり科学なり哲学なりやっていくべきだと思うんですよね。どうしてもそれは我々が存在する理由を探求する学問って何ていうのかわからないですけれど、哲学かもしれないですけれど、哲学を行って我々の苦しみ、死ぬこと、それらは全部取り除かないといけないと思うんですよね。アスペルガー症候群を組み込むとかのスケールじゃないです。やっぱり私がいつも考えていることはそれですね。だからどうしたらいいみたいなことじゃなくて、結論はそれです。お疲れ様でした。